はい、カメラマンの石山です。今日は12月の22日火曜日です。もう夜になってますけども、昼間はですねすごく暖かくて、まあ冬の割には暖かかったというかね、日差しもあったのでちょっと過ごしやすい午後でしたけども、今はかなり冷えてきてます。でまずですね、今日お話しするのはですね、まずはですね、皆さんにお詫びをしないといけないんですけども、この私の YouTube チャンネルがですね、最初に YouTube チャンネルこれを開設したのが2011年頃なんですけども、でその頃はですね、まあ、限定公開というような形で友達関係で、まあ、こう自分の写真をですね、好きなアーティストのさんの音楽に合わせてこうちょっと動画を作るみたいなね、そういうことをしてなんかコミュニケーション取ってるっていうのがあったんですけども、なので一般的なまあ著作権とかの問題も出てきてしまうので、もう本当に限定公開っていう形でしていたんですけども、まあそのコミュニティがですね、なんとなくみんながこう他のSNS の方に移ったりとかして、でここの YouTube の方もですね、なかなか更新をすることがなくなっていました。でその時の設定のままですね、まあ、2020年の、4月に、まあ、コロナ禍の影響もあり、自粛期間っていうか、まあ、その自宅にいる時間がすごく増えたので、これはまあちょっとね、いろいろとね、新しいこともやりたいなということで、そういえば YouTube のチャンネルがあったなというところで、まあ、再開をしてるんですけども、まあ、投稿自体はですね、比較的すぐにこうできたので、まあそんなに変わっていないなっていうふうに思っていたんですけども、細かい設定をですね、見直しをしていなかったんですね。なのでその皆さんからいただいているコメントもですね、承認をして載せるっていうような形にどうもしたままずっと運営をしていたらしくて、で、まあ、それがですね、なぜそういうふうに、気づいたのかというと、まあ、今年のその2020年の4月から始めて7ヶ月後ぐらいですかね、4,5,6,7,8,9,10,11 だからまあ約8ヶ月弱なんですけども、やっと収益化というところのですね、基準にクリアしたんですね。登録者が1000人で、総1年間の再生時間が4000時間っていうのがあって、でまあ時間は意外と早くそのクリアをしていたんですけども、1000人というですね、壁はなかなか超えることができなかったので、まあその7ヶ月ちょっとかかっているんですけども、で収益化にならないとコメントってきっと入ってこないんだなっていうふうに勝手に思っていたんですけど、だから何も疑いこともなく、まあ、コメントは来ないんだなっていうふうに思っていたんですが、その収益化をされたことによって YouTube チャンネルさんからですね、いろいろと、まあ、こういうこともできます、ああいうこともできます、こういうコミュニケーションの取り方もありますみたいなね、アドバイスをこういただくんですけども、でその中にそのコメントを通しての、私の動画を見ている方たちとのコミュニケーションを取るというようなことのですね、アドバイスもあって、いやコミュニケーション取るにもコメントないからなって思って、あれと思いながら設定を見直ししていたら、コメントたくさんいただいていることが判明しました。なのでこれからですね、ちょっと、読ませていただいて、返事をですね、できる限り少しずつやらせていただこうかなと思ってます。ただですね、そのコメントが60日後に削除されますというふうになっているので、これ自動的に削除されているコメントがですね、60日ということはね、もう2ヶ月だから、まあ夏以前にいただいたコメントに関してはですね、ちょっと見れなくなってしまっているかもしれないので、返事をですね書き込むことができません。なので本当に申し訳なかったんですけども、お詫びしたいと思います。
で、今残っているコメントに関しては、すべて、読ませていただいて、まあ、できる限りですね、まあ、少し時間かかるかもしれませんけども、お返事をですね、させていただこうかなと思います。ということでですね、まずお詫びでした。で、あともう一つ、まあ、その今年の4月から今までですね、まあ、YouTube これ結構更新、自分なりに頑張ってやってきているんですけども、まあ、新しい機材を購入して、で、その機材に対してのレビューをですね、まあ、何本かこうやっていくっていうふうに、まあ、今年はですね、やってきたんですけども、まあ、実はですね、もうここに来て、これから先機材買う予定がそんなにないんですね。まあ、レンズをポツポツと買うことはあるかもしれませんが、新しい機材というか、まあ、必要な機材っていうのがですね、まあ、とりあえず今揃ってしまっているので、そのレビューをするために何かこう機材を買うというようなことがですね、まあ、私の場合はする予定がないので、今ある機材の中で、まあ、いろいろとですね、新しいことを、紹介していければなと思っております。まあ、当然ね、必要になったものなんかは、購入したものなんかは、レビューさせていただこうとは思います。で、まあ、それよりもですね、少し、まあ、実際に皆さんがどういうふうに撮られてるかはわからないんですけども、まあ、自然風景とかをですね、プライベートの写真撮りに行った時の、まあ、こういうことを、まあ、実践してますとかですね、こういうことを気をつけてますとか、そういう時に、まあ、こういう機材を使ってますみたいなね、そういうレポートの方を中心にですね、来年2021年は、やらせていただければなというふうに思っております。まあ、そうは言いながらもね、RF の 50mm の F1.8 が明日、明後日発売になるので、それがもし、うまくですね、発売日に手に入れば、まずはそこからレビューをしていきたいなというふうには思っています。ということで、ありがとうございました。で、また来